アルみさんこんにちは、ゆひこです。それでは今回なんですけども、10月のワクワクペイペイはスーパーが対象化、気になる還元率や時間はということで、今回は10月のワクワクペイペイについてちょっとですね、公式ページが昨日更新されていたので、そちらを参照しながらお伝えしていこうと思います。 それでは早速こちら、開店から14時までがお得、スーパーマーケットライフで10%戻ってくるキャンペーンということですね。一瞬、あれってなりますよね。このスーパーマーケットライフは、近畿圏や首都圏で展開しているスーパーみたいですが、この一部の発表というのはちょっと謎ですね。で、ここからは詳細なんですけども、期間は10月の1日から10月の10日までの10日間ですね。 時間は開店時間から午後14時までとなっています。まあ、店舗によっては開店時間からバラバラみたいで、パッと調べる限りは8時や9時、9時半などということなので、まあ、朝市でお買い物できる方は嬉しいですね。そして対象加盟店はスーパーマーケットのライフ各店ということですね。そして還元の詳細として、PayPay ペイペイ残高とヤフージャパンカードは10%で、不要上限は下に出てる通りですね。ちなみにヤフーカード以外のクレジットカードでのお支払いは対象外となっています。 ま、キャンペーンの付与は11月の20日前後ということですね。まあ、ちなみにペイペイチャンスのことについては特に記載はありませんでした。僕の住んでいる地域にはこのスーパーマーケットライフはないのでちょっと羨ましいんですけども、まあ、ワクワクペイペイのキャンペーンも多分ここのお店だけではないと信じたいところではあります。ぜひですね、10月に入ったらお近くの方は利用してみるのもいいと思います。まあ、そしてキャンペーンに関することは以上なんですけども、ちょっと動画の尺が短すぎるので、まあ、ちょっとだけ今日あったペイペイとキャッシュレスに関すること ことをお伝えしようと思うんですけども。 それをツイッターでもその件についてつぶやいたんですけどもそのツイートがこちらですね20%還元ラストということでペイペイランチしてきましたがっつりいただいてここに来てなんとペイペイチャンスもなんだかんだでペイペイ最高っすということでちょっと見えにくいかもしれないんですがペイペイチャンスがまた1000円分当たったんですよねちなみに昨日もローソンで買い物したら108円分当たったのでもしかしたら月末なのでペイペイチャンスもかなり追い込みをかけている感じもしますねちょっと前で32回当たらない 嘆いてたのがちょっと本当に嘘みたいですねそしてもう一つツイートしましてこちらですね がっつりランチした後はスーパーへ、スーパーのレジで周囲の会計の様子をちらっと観察してしまう癖は、もはや職業病、怪しくない程度に、キャッシュレスが進んでる福岡市でも、まだまだ現金決済が多い印象、内心もったいねえと思いながら、YouTube で発信する意欲がさらに湧きましたということで、まあ、今この動画を見てくれてる視聴者さんも、ほとんどキャッシュレスの方が多いかなと思うんですが、思わず会計の時に周りを見ることってありませんかまあ、僕は調査がてら見渡してしまうんですよね。まあもちろん ジロじろじろ見るわけではなくて、さらーっと見る程度なんですけども、まあ、けどまあ、以前に比べてスマホ決済を利用されてる方は結構いましたね。しかも今日はスーパーでお米がめちゃめちゃ売れていましたね。しかもその大半が PayPay ペイペイで決済をされていた方ばっかりだったので、やっぱり PayPay ペイペイ様々っていう感じですね。 まあそんなこんなで今回は10月のワクワクペイペイそして PayPay ペペやキャッシュレスに関することについてお伝えしました。まあ、10月の PayPay ペペについてはまた随時情報があれば動画にしていこうかなというふうに思っています。まだ9月の PayPay ペペのキャンペーンもまだあるので僕も楽しみながら PayPay ペペしたいと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。